とかやみさん様です。パパ待ってね、いいね、カスタムコード、はい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 、今なんで昨日話したじゃんなんでな、教えてよ明日は最初からねって。そう、明日8時からだからね、わかった言ったよ2分待ってだって。なんでだよ、もうなんでなんだよ、もう2分ね、2分待とう。じゃあ昨日言いましたやん、喧嘩しないようにしよう初手挨拶も必要だからね、うん、これセリー来たらさ、うんうん、セリーと初めての人は、はーい、初めてかも。お、じゃあ2人が挨拶してどうぞ。トワサがちょっと特に俺なんてやばいよ、ちょっとちゃんと丁寧にしてくれないと。じゃあなんて呼ばれたいかっていうのを、うん、言っといたら。どうしよう、俺親指とか呼ばれないよね、大丈夫だよね名前は覚えてくれるよねきっと。いやでもその親指って呼んでくださいって言ったら結構受けてくれるかも。確かに、受けないね、お前おもろいなっつって。いや定着しちゃったらやばいじゃん、定着しちゃったらやばいじゃん親指ちょっと動き悪いよとか言われたらもう、まあ、ちなみにもいるんだけどね。あ、来た来た来た、あ遅いですよ、遅いですよ、お疲れ様です。お疲れ様です、お願いします。おつーよろー、よろしくお願いします。お願いします。寝起き、寝てたさっき言った、俺に言ってんの。そうだよそんなわけないやろ、ね、じゃあキューちゃんとアルセさんアルセさん、アルセさん、トワ様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 、まず忘れちゃった俺のこと、俺のこと忘れちゃってない。じゃあまずキューちゃんからセリに挨拶するか、どうぞ。はい、はじめまして、Vスポの雷、なんか、そんな気まずい武器出せる、ちなみに。いや、Vスポーションの雷、雷キビです、はいはい、よろしくお願いします。お願いします、お願いします。調整してたね、そんな気まずい。いやいや気まずくはないけどさ、やっぱさ、見てたから競技でやってる時。あー、なるほどね。そうよ、リスペクトよこれは。おお、じゃあネオポルテ1期生のアルセイヌと申します、パッドです、よろしくお願いします。お願いします。許してください、パッドなんですけど、ちょっとあの冷たいの、頑張るんで、チームメンバーなんで。なんて呼ばれたいんだっけ、パッドで何か反応してほしいってこと今の。いや、じゃない、そんなことない、そんなことないけど、そんなことないんですけど、求めてるんだけど、本当。いや、優しくしてください、本当に。あのチームなんでお願いします。はいはい、いやそんなわけ、そんなわけない、よかった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 、優しくするわけない、そっち、うん、そうだよね。あ、違うよ、違う、びっくりした、びっくりした、ふぅ、よかったよかった。じゃあセリさんは、一応配信してないんですけど、自分はまあ一旦あのクレイジーラブのセリっす、ね、おぉ、よく言いました、お願いします、お願いします、お願いします。あ、いいよ、トマ様のそのエリア広げるのめっちゃいい、ここは俺たちの縄張りだ。で怒られたからね、昨日、家の中にフェンスありすぎってクモの巣だったもんね昨日、最強の魔女誰も絶対に入ってくれないやつね、そう、最強のやりすぎてちょ家の中じゃ入りすぎやって。このフェンスどう、やばい、えさん、こっち何か言うとしたけどさすがにこっち側よりみたいなのって行けたり行けたりする、こっち側ねフェンス、うん、行きます行きます、やらせていただきます。飛んでないよね、もう、え、でも飛んでない、90ごめん、90これ拾ってどう、240ありがとう、キャマジ、ここのラインね、で何個 1,2,3,4,5 じゃあ俺後ろ目見るね、こっち側見るよ俺、もうなんかもう売り切れなんだけど、大丈夫よ、この上ももう来始めたからね、じゃあブラハにするとは変わんないからごめんなさいね、お二人方ね、お二方すいませんね、いや
それがいいんだから、どんどん連動が上がってくるんだから。そう言って本番でミスるつもりなんだ。お前うるさい、お前黙れマジで、お前お前いつまでそれ言ってんだよ、黙れお前。シナリオっても準備満タン。うるさいうるさい、早く言うてふさげ。こっちを用意してくれてんだこれ。うるさいこいつマジで。配信が上手すぎじゃないそれは。いやいや、そんなねとはね、そんなビッグミスなんてしたことありませんから、やめてくださいよ。プロじゃん。え、ここどうやって貼ればいいのこれ、なんなんこれ、どっか絶対違う。ちょっとさ、一回お散歩してくるね。オッケー。次ワンちゃん寄り切っちゃった場合の。これどう？散歩してくるわ。セリどうこれ？オッケー、これやばい。何点何点これ？トワさんやばい。はい、遊んどるんじゃねえ。トワさんやばい。一人でもずっともうお散歩行ってくるねって言ってんのに。本当にそう。やばい。やりますよ。あ、これで撃たれる。ますよ。うん、やばい、弾なくなるな、これね、メス打ち続けたら。ねえ、撃たれたー。投げ物入れる。自分で食らった。巻いて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 、行くよ行くよ。やるってことね、やるってことね、前出るよ、来て入れるよ。一回巻くね、一回巻くね、リブート来てるよ。あと上にも、上、2人かな、2人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 。ハイドが見てな、どこ、ハイドが待ってきちゃった。上に上がるわ。アルス、ちょっと待ってね。アルス、ちょっと待ってね。待つ待つ待つ。オッケーオッケー。これドローンある、ドローンある。オッケーオッケー。ドローン壊していいよ。後ろ来てる、後ろ来てるよ。じゃあ上いていいよ、上いていいよ、上いていいよ。ここここ。ここね、ここハイドいるから気をつけてね。行った、登ってきたな、ソリ。ワーマン座ったねえな。うげ。この後ろのハイド。じゃあ守る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 。守る守る。この右下にハイドと、うん、二人かな。オッケー。頑張れ、トワ様。ちょっとじわじわ前上がってほしい。うん、うちら金ノックだから大丈夫よ。オッケー。一緒に行く。ドローンも壊してくれた。ナイス。起こすわ。右が見るね。オッケー。オッケー。守るね。うん。左にいる。あ、今、打ち合ってる、打ち合ってる。回復し、見てもいい。ね、もう一回いける。巻く左側いる。起きたら木卓ね。うん。オッケー。犬くん、それ巻いたらスキャン欲しいな。オッケー、スキャン入れる。ナイス。下位置左に、下位置左に。左割れてる、めっちゃロー。左めっちゃローね。左行く、左行く、どうする？左行く、オッケー、左行く、左行く。左行く、左行く、左一人めっちゃロー。オッケー、前出るよ。ナイス。ん？どこだ？あと一枚どこだ？あ、ここ。わかんねえ。ここここここ。後ろ？うん。ここのピン。あ、マスアップしたよ、ナイス。割れてる、割れてる、割れてる。ナイスナイス、あと一人。あと一枚ガキした、ステン上がった。ナイス。ナイス。危ねえ。いや待って、マジで。ナイス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 トワ様冷静すぎ。ナイス、トワ様。え、ちなみにさっきあのエイスはトワでした、わかる？え、どこ？だってトワ一人の生き残って二人起こして、いや本当にいいですなんかパッと見たエイムしたんですよな。パッと見たよね。そうそう、やめてよ。エイム出たよ、みんなで。トワ様がパッと見たのエイム出しだ。そうそう、本当にそう。トワさん、パッと練習してんなら言ってくださいよ。頭出してる相手にさ、もう140入れたってこいつ。140強すぎ。あれかもね、もうちょっと最後落ち着いてもいいかもね。チルね。うん、チルしよう、チルしよう。情報まとめてやってもいいかもね。確かに、やるよ。相手のウルト来た、これ前プッシュできる。前前でいいよ、前でいいよ。いいよいいよ、アーク2個投げてる。で、ちょっとトワ、1人割れてる、1人割れてる、後ろ後ろ。やった、1人やった。ナイス、アーマスアップしよう。アーマスアップするね。うわー、すごい敵だった。ナイスナイス。起こす起こす、ガス管壊してる。上いるわ、家上いるわ。ここで1人やった、めっちゃロー、めっちゃロー。あと2人、ガスウルト来てる、ガスウルト来てる、割れてる割れてる割れてる。どっか行った、一旦ここで。ここここ、後ろ前、後ろ前、2人2人2人、めっちゃロー、めっちゃロー、ナイスナイスナイス。え、勝ったじゃん、ナイスナイス。いいよいいよ、めっちゃいいじゃん。ないいよいいよ、一番良かったこの試合。おやった、やったナイスナイス。え、最後ね、なんかファイトも結構落ち着けてたから良かったと思う。ね、落ち着いてやれたね。うん、焦ってなかった。
うんね、うん、そんな感じする。いや、ニューキャッスルで家作ってワトのエリア取ってみたいな、あれがなんか安心感あるわ、うん、ということで、コーチも含めたチーム練習参加してくれた人ありがとうございました。 Thank you。 なんかいろんな構成を、とはちょっとワトソン固定にはなっちゃうんだけど、アルセとキューちゃんが、アルセが特に変えるかなって感じで大変だと思うんだけど、まあいろんな構成試せて面白かったかな。うん、めっちゃいいチーム。そう、昨日ね、夜ね、セリーと一緒にワットソンの勉強したから、結構今日は頑張れたんじゃないかな。なんかコーチとして、いや、なんかコーチとしていてくれるの初めてだから、なんか不思議な感覚だわ。でもトアが浮かれてると刺されるから、浮かれすぎも良くないなと思いつつやります。いじめも入ってくるよ。はい。とは、おとといの顔合わせから毎日絶対 APEX3 時間ぐらいはやろうと思ってるから、なんか今日エイムがいい感じだったよ。温まってた。もうインゲームリーダーは本当に大変だからさ、すっごい多分頭痛くなっちゃうから。でもすごい、その中でもすごいこうしたい、ああしたいとか、こうしよう、ああしようっていうのをキューちゃんやっぱりすごい言ってくれるから、それをね、やっぱり支えていけるように、サポートできるように頑張りたいなと思います。